こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国仮想通貨が大暴落し、仮想通貨が原因の借金は帳消しにすると判決を出した韓国裁判所ですが、20、30代の破産者が続出しているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。20代の会社運営士は、昨年2月小口で仮想通貨コインを購入したが、利益を得た後ガード融資を2000万ウォン抜けて本格的な投資に乗り出した。しかし今年コイン価格が暴落し損失を被った。 A 氏は追加で現金サービスと貯蓄銀行の貸し出しを3500万ウォン抜け、いわゆる水乗り、価格が下がるときに追加で買って平均買い入れ価格を下げる投資法を試みたが、むしろ 80% 以上のお金を失った。彼はいつの間にか返せない借金の山だけが残ったとして、最近ソウル再生裁判所に個人再生を申請した。食堂を営む30代の B 氏は、夫が病気で一人で商売をしながら生計を維持した。そうするうちにコロナ自体でお客さんが減ると足りない生活費を満たそうとする考えで、貸出金を合わせてコインと株式に1億ウォンを投資した。しかし投資したコインが紙切れになり、融資金を返済できなくなると弁護士に個人再生相談を受けている。2020年コロナ自体以後、超低金利環境で急騰したコイン価格が今年暴落し、貸し出しを受けコインに投資した 20.30 代が再生手続きを踏むために裁判所のドアを叩いている。最近ソウル改正裁判所がコイン、株式などの投資で生じた損失を改正手続きの時に事実上帳消しすることに決め、コイン投資に失敗した青年たちの改正申請はさらに増える展望だ。それではネットの反応です。国のお金でコイン投資家を支援し、破産申請も帳消しにするなら、真面目に税金を払って自分のお金でコイン投資した人たちはバカになる、逆差別反対。借金をして投資して潰れた人たち、自ら責任を負わせなければならない。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。